じゃあ、ひび割れもある。冒険のひび割れトーク。というわけで、今日は、2019年の6月の30日の日曜日ですね。場所ここは中野のサンプラザです。僕がかつてカクラキン大放送を見た場所ですね。桜田淳子さんがプピルーピプープーピルーあーって歌ってたな。あと、当時郷ひろみさんがね、ひげを生やしていらっしゃったんじゃないのかな。で、月亭課長さんのね、モノマネをしていて、あのこうひげのあのアフロあの何ですか、カーリーヘアの感じが似てるって言ってね、なかなか面白いなぁなんて思ってことがありました。もう40、50年ぐらい前、そんなわけねえか、40何年前ですけど、その場所で筋肉少女隊はライブを今日やるんですけれども、今日はですね、ちょっと日々入れながらね、今日は筋肉少女隊のメジャーデビュー31年目突入ライブですね。筋肉少女隊は1988年だったかな、まあそのぐらいに、80年代ですよに、メジャーデビューいたしまして、それからいろいろありましたけれども、今日じゃないです、2019年の6月21日で3デビュー31周年31年目に突入するんですね。したんですよ。したんですね。それを祝しまして、ですね、中野のブロードウェイでは筋肉少女隊展というのをやり、そして中野のサンプラザではこうやって31年目の筋、ちょっと待ってくださいね。こうなかなか難しいね、喋りながらっていうのはね。いつも喋りながら日々入れてんだけどね。31年目の記念ライブをやろうと、これからあと5分10分後ですね、10分後にライブが始まります。こののんびりしている暇じゃないんですけれども、筋肉少女隊と、あのでもまあ31年目のライブといっても、それは本当に筋肉少女隊というバンドにとっては一通過点に過ぎないんです。どれだけ通過点に過ぎないかというと、筋肉少女隊はですね、もう20枚目になるのかな、多分20枚目の、オリジナルニューアルバムの、制作を始めました。はい。で、今日来る前に、ここに、サンプラザに来る前に僕は1曲歌詞を書いてきました。はい、書きました。イエイ。ニューアルバムが、まあ、2019年の秋発売予定です。秋発売予定です。アルバムリリースツアーの方も、これも、ですね、こちらの方は、まあ、会場はもう押さえてありますね。10月の20日、日曜日 EX シアター六本木、そして11月10日、日曜日名古屋クラブクアトロ、11月16日大阪ビッグキャット、11月22日金曜日恵比寿にありますリキッドルーム、そして11月27日水曜日、んー、これ知らないね、渋谷ビーツ、あ、ビーツ渋谷、これ新しくできるライブハウスの、まあ、こけら落とし的なことでね、ライブをやらせていただきますので、続報は、筋肉少女隊オフィシャルウェブサイトの方で、近日公開の予定でございます。まあ、YouTube なんでもっといろいろね、あのいきなりこう爆発したりとか、なんかこうずっこけたりとか面白いことをしたいと思うんですけれども、今後いろいろそういうのをやってみ、たいなとは、思っておりますので、よろしくお願いします。これ登録してくださいみたいな言うの、よくなんか YouTube 見て登録してねって言ってくる、チャンネル登録、 YouTube チャンネルにチャンネル登録、そうです。いや、僕もものすごいアナログでね、パソコンもスマホも全然使いこなせないんですよ。でもね、ようやくね、ビデオのダブル録画っていうのができるようになったんですよ。僕としてはすごい進歩なんですよ。だから今日はもやもやサマーズ2の日暮里編と、何これ珍百景をダブル録画して、俺すごいハイテクと思ったら、
今日筋肉少女隊のね、このライブが、まあ生放送されるんですけど、それを録画するのを忘れてきたっていうね、まあそんな人間でございます。じゃあ登録してね。どこ見て言うの？登録してね。じゃあこの方向でいい？こっち？あ、こっち？そっちで大丈夫？こっち？下かな？こっち？これ登録してねなんていうの？下。わかった。わかりました。登録してね。はい。ありがとうございます。登録してねなんていうの？